んじゃない。今日はそういう気持ちが伝わったかなって思います。でもまだ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 you
5月6日東京新木場大会でのお二人との対戦めちゃめちゃ楽しみにしてますので、そこにポンポン、てめえにだけは絶対負けねえ、水波さんの力を借りて勝ってるようじゃ絶対その日しっかり試合に勝ってベルトに挑戦するのはうちらなんでねえ、岩田さん。今の岩田と高瀬の勢いは誰にも止めさせませんよ。5月6日しっかり岩田高瀬組が勝利して先に進ませてもらいますので、よろしくお願いいたします。